それではこれよりスペシャルトークセッションに移らせていただきます。トークセッションのゲストは元 NBA プレイヤー現リンク栃木ブレックス所属の田臥勇太選手です。そして川淵会長にも再度ご登場いただきます。お二方ステージまでお上がりください。改めまして田臥勇太選手そして川淵会長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして本日はもう一方スペシャルゲストをお迎えしています。 SNS 株式会社ファウンダーの堀江貴文さんです。どうぞよろしくお願いいたします。それではお座りください。では早速スペシャルトークセッションに移っていきたいと思います。最初のトークテーマはリーグ名称リーグロゴデザインの印象はということなんですが、まずは皆さんのお隣にあるスペシャルボールをご覧ください。 B リーグというロゴがバチッとかっこよく入っておりますが、まあ、今ロゴというとちょっとなんか微妙な感じがありますけれども、この新しい B リーグのロゴデザインを今日初めて見た田臥さんと堀江さん、どんな印象を持ちましたでしょうか。リーグ名称も含めて意見を伺いたいんですが、まずは堀江さんお願いいたします。あ、でもこれロゴパクリだったりとかっていうのはそういうのは大丈夫ですか。すごいチェックされました。それはまずいじゃないですか。大丈夫ですか。はい、いやでも本当黒の本当にシックなデザインですごく印象は僕は良かったんですけども。あ、それはありがとうございます。田臥選手はどうですか。はい、いやもう最初見た時に非常にかっこいいデザインで、やっぱこうこれからバスケットを目指す子どもたちにも、非常にこう夢が持てるような、はい、ロゴになっていると思います。うん、川淵会長はもちろんこのロゴで行こうと決めた方の中の一人だと思いますけれども、改めていかがでしょうか。いや、こういうロゴをね、僕らの年になってこれいい悪いっていうのを絶対言っちゃいけないと思ったんで、はい、僕は意見全く言ってないんですよ。で、若い女性に意見を聞けたら、うん、若い女性が、まあ、あの時何人ぐらいいたかな、みんなこれがいいって言いましたね。やっぱり比較検討する他のロゴもあったんだけど、やっぱ女性がみんなこれがいいって言うならばそれはいいだろうなって僕は全く意見言ってません。もう僕の年であんまりロゴがどうのこうのなんていうような僕のセンスじゃないですからね。それはやっぱ堀江さんのセンスの方がずっといいわけで、こういうことから言うと、こういうことから言うと変だかな。いや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 、まあ本当にすごくいいデザイン、今日僕も初めて見たんですけど、はい、すごくイメージもいいし、今日あれですよね、シューズもお揃いで、そうですね、これオフィシャルなんですか、はい、このシューズは。すいません、これは私物というか普段履いてるシューズ。たまたま合ってたみたいな。たまたま合いましたなので何にでも合わせられるロゴになってます。すごいですね、はい、おしゃれだなと思ったんですけど、はい、さあその B リーグは来年の秋開幕ということなんですが、その来年の秋開幕に向けての公約をお三方に伺ってまいりたいと思います。公約、これはこちらの豪華なお三方が揃っている中で会場の皆さんもぜひね聞きたいところだと思いますが、川淵さん、来年の秋の開幕に向けてリーグ名そしてロゴも決まりましたが、リーグの成功そして日本のバスケット界の未来のためにここからの1年どう準備していくかが重要となってきますよね。川淵さん、公約って言われてもね、もうそれは全部新しいチェアマンに譲りましたから。要はね、やっぱり NBA がやっぱ世界一のバスケットボールリーグである、それにやはり何年こうで追いつけるか、まあ、追いつくのはかなり難しいにしても、やはりアリーナがですね、1万人以上収容できるアリーナが、まあ、やっぱり10年後20年後に日本に少なくとも日本全国で20カ所ぐらいある、そういうふうなこの発展をしていってほしいと心から願ってますだよね。はい、楽しみにしてます、はい、ではこれからの1年どう過ごすか、その公約をお三方に書いていただきたいと思います。フリップに
フリップをご用意いたしましたので、今この場で、この場で書くんですか。はい、すごいな。どんな公約が飛び出すかドキドキワクワクいたします。まあ、堀江さんはこういったコンサルティングはもう天才ですから、具体的な提案を織り込んだ回答をいただけるのではないでしょうか。そして田臥選手は J、ね、もう現役の選手というその視点からの回答をいただきたいと思います。堀江さんは現在 J リーグのアドバイザーもされているということで、田臥選手が一番早かったので、はい、田臥さんから拝見したいと思います。はい、それではお願いいたします。はい、僕の公約は、ベストなスタートを、迎えることです。はい、それはご自身の体。そうですね、まずまあ、プレイヤーなので、こうした新しいリーグがやっぱ開幕するということは非常に、もう楽しみでワクワクしてますので、そのためにはその開幕戦をもうベストな状態で、まあ、覚悟を持って、挑みたいなっていう気持ちを持って、この公約にしました。チームとしても。そうですね、記念すべき歴史的な瞬間になると思いますので、しっかりと勝利をして優勝を目指して挑みたいと思います。はい、それでは川淵会長お願いいたします。僕やっぱり日本代表がもう40年以上オリンピックに出てないんで、やっぱりオリンピックで出るということだけではなくて、オリンピックでメダル獲得、これをぜひ僕が生きてる間に実現してほしいと思います。では最後に堀江さんお願いいたします。ちょっと僕はできることあんまりないような気もするんですけど、一応100万人ぐらいの集客に貢献できたらいいなと思うんですけど、まあ、具体的に何ができるのかっていうのは、まあ、そのネットを使っていろいろ話題を作ったりとか、まあ、実際にその体育館ではなくてアリーナのようなところで、その最新 の、 その、まあ、IT 系 の、 そのシステムであったりとか、まあ、本当にまあスタ、ごめんなさい、アリーナに行って楽しめるような、実際にスポーツ観戦ってやっぱりこう初めて見る人とかは選手の名前も知らなかったりとかして楽しめないことが多いと思うんですけど、まあ、これは J リーグにも実は共通する課題なんですけれども、そのスタジアムアリーナを、ドキドキワクワクする場所、臨場感だけではなくて情報システムも含めて、見てる人たちが心の底から楽しめるようなエンターテインメント設備を作りにはどうしたらいいかとか、まあ、そういった助言等ができればいいなと思うのと、もう一つはそのやっぱりこう伸び盛りの IT 企業が、日本でも野球チームを持ったりとか J リーグのチームを持ったりしてるんですけれども、そういった形で、彼らが、まあ、スポンサーとして、バスケットボールにも、興味を持って、来てほしいなと。で、僕は実際その人たちが来る余地っていうのはあると思っていまして、これから、ますますそのロボット化であったりとか自動化っていうのが、まあ、IoT とかの、発展においてどんどんこう進んでくると思うんですね。そうすると皆さん余暇時間が増えてきますから、どうしてもその、まあ、遊びとかスポーツにみんな多分時間を使うようになるだろうなと思ってまして、その中でもスポーツバスケットボールっていうのは、一つの大きなコンテンツエンターテインメントになると思いますので、僕は将来は明るいと思ってまして、こういった会社も、まあ、声をかけて、まあ、大体どこも知ってるんで、バスケットボールもどうとか言ったりはしようかなと思ってます。いや、ありがたいですね。はい、やっぱりJリーグはですね、堀江さんにこうそういうアドバイザーをしてもらったのは、やっぱり若者と女性にインターネットを通じて圧倒的な人気があるからということで、そういうことを J リーグとしてお願いしたんだと思いますけど、バスケットボールもそういった意味でぜひご支援をよろしくお願いします。はい、それで選手たちがもう本業のバスケットに専念できる環境を、ね、作っていただけたらと思います。お三方の公約を伺いました。ぜひこの公約を実現させていただきたいと思います。ありがとうございました。では引き続き
3人にはそのままいていただきまして、これより皆さんへの質疑応答のお時間とさせていただきます。ここからは先ほど B リーグのプレゼンテーションを行った大川チェアマンにも参加していただきます。大川チェアマン、お願いいたします。それでは質問がある方はその場で挙手をお願いいたします。その際に会社名とお名前、どなたへの質問かを教えてください。お願いいたします。ご質問のある方、挙手をお願いいたします。今日は前園来てないの？じゃあよろしいですか。はい、あ、今、はい、すいません、フジテレビのワイドなショーです。すいません、今ちょっと前園さんの名前が上がったんで、本日も川淵チェアマン宛てに前園正樹より伝言を預かっております。川淵さん、まずはじめに本日は別件がございまして出席できず大変申し訳ございません。この度は新リーグエンブレムネーミング発表おめでとうございます。一段一段前に進んでいて僕も大変嬉しく思っております。これからも微力ながらバスケットボールを少しでも盛り上げようと頑張ります。男子のリオ五輪予選を現地で応援して大いに盛り上げるため中国へ行ってきます。これからもよろしくお願いしますとのことです。ありがとうございました。で、中国でしっかり応援してて、なんか前園も仕事が最近忙しくなったんだね。今日ちょっと CM の撮影で大変申し訳ございません。ご同系のいたり、ありがとうございます。よろしくお願いします。その他にご質問のある方いらっしゃいますか。ないようでしたら終わりにしたいと思います。川淵会長、大川チェアマン、堀江さん、田臥選手、どうもありがとうございました。 ありました、ごめんなさい、はいはいはい、すいません、共同通信社の鈴木と申します。これ大川さんにお尋ねした方がいいのかなと思うんですけども、先ほど堀江さんも冒頭の方でちょっと川淵さんに尋ねていらっしゃいましたけれども、最近世間ですとロゴに関していろいろと注目を浴びることが続いてますけれども、今回新しくそのロゴを考える点でその辺を受けて何かこう注意されたこととか何かございましたら。商標とかね、そういうやつはとっても注意しながらやってるので大丈夫だと思います。そう、ありがとうございます。ちゃんと登録できたということは公に認められたということだからもう大丈夫ですよ。一応このロゴはですね、本当にさっき川淵さんおっしゃったように我々は口を挟むことができず、まあ、若い人間中心に、高校に3つぐらいの高校に延べ60人ぐらいに100ぐらいある案から絞っていってこうインタビューというかね、アンケートみたいなのを取った中から、まあ、これを選ばれたというふうに聞いてます。その他ありますでしょうか。あ、では、一番後ろの黒いブレザーの方。夕刊フジの久保でございます。チアマンとお呼びするのもちょっとまだ恥ずかしいんですけども、大川さんにちょっとお聞きします。サッカーがメジャーになる一つの要素として専用スタジアムというのがあったと思います。バスケットボールは専用のアリーナをどこかに建てる構想というのはあるんでしょうか。これからだと思いますけど、やっぱりエンターテインメント性の中にはね、やっぱりどういう環境でお客様に見てもらえるかっていうのが大事だし、あと日常と非日常を両方兼ね備えるようなアリーナを、専用アリーナをぜひ作るように努力していきたいと思います。それではお時間となりましたので質疑応答の時間を終了いたします。川淵会長、大川チェアマン、堀江さん、田臥選手、どうもありがとうございました。